きます。見やすいお座席は入られまして、奥側の部屋という階がおすすめです。それ以外の階、かなり大人向けになるので、もうちょっと大きくなってからがいいかなと思うんですけれども、大人向けの階行きたいという方、ブラックホールを見た日、人類100年の挑戦という番組がございます。これはブラックホールを捉えるまでの研究者たちの戦いの実話を描いたものです。またスターリーミュージック、これはI'm not going to do it.